まあ、ケビン・チョンチ選手と辻本選手と、まあ、3人で、そして、吉村藤尾監督のもとですね、レジェンドチーム、走ります。まあ、1回目のテストを終えて、非常にマシンの仕上がり、レベルが良くてですね、予想以上にタイムも、伸びています。まあ、これから、またもう1回テストをして、まあ、本番に臨むわけですけど、まあ、自分たちが望んでいるような、ね、結果に一歩でも近づけるように、チーム一丸となって頑張っています。まあ、やっぱり成績だけで言えば、その2009年、まあ、自分が初優勝した年ですね。まあ、その時は非常に天候も不安定で大変なレースだったんですけど、まあ、チームの、まあ、総合力で、勝ったので、まあ、やっぱり自分自身の、まあ、8歳の初優勝ということもあってですね、非常に嬉しかったです。まあ、8歳に関してはその特別ということはないんですけども、まあ、いつもよりは、運動量を増やして、まあ、あとはその暑いコンディションになれるように、まあ、あえてこう日中の暑い時にトレーニングをしてるしに行くというあのトレーニングも取り入れてます。まあ、レースをやる限りは、まあ、優勝と、言いたいところなんですけど、まあ、いろんなことを踏まえて、表彰台で、終われれば、まあ、私たちのチームは成功かなと思ってます。もちろんライバルです。一番身近なライバルですね。はい、そうですね。はい、はい、まあ、いつになくハイレベルな走り隊に、なると思います。まあ、そして、まあ、僕らの12号車ですね、頑張ってる姿もぜひ、応援してほしいです。自由に見よう8歳。